となんだろうな、そうするとやっぱりひょうきんとドリフとっていう、それが大きいとこか、うん、そうですね。まああとこう TBS の7時台の、ええ、あのクイズ番組がすごいあった時期 ありましたよね。月から金まで、うん、そのライン結構好きで見てましたね。あのピッタシカンカン、はい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 、100人に聞きました。ザチャンスとか、あ、何でしたっけ、あ、ザチャンスとか、あ、ははは、あの三角ゲームピタコラスとか、あの辺、あの辺ですかね。 ありましたね。そのもうちょっと前になりますか、あの、あ、なんだろう、ハイアンドローとか、クイズ、これクイズじゃないです。ハイアンドロー、相川欽也さんのね、あの相川欽也さんのやつ、えー、うん、うん、これは本当に好きだったらしくて、私、あんま記憶ないんですけど、あのボードゲームあったんですよ。ありましたね、うん、これ買ってもらった記憶があるんですよ。へえ、はい、上下どっちってやつね。上か下か、上か下かどっちなんていう単純な、まあ単純だから分かりやすくてよかったかもしれないね。うん、あとまあトランプ使ってのあのスゴロクみたいな感じだったので、そうですね、うん、ブラザーファミリーアワーですね。あ、でしたね。人生ゲームハイ&ローっていうね。ああ、金谷さんのバラエティの司会、あれが最初だったかな。どうでしょうね。あんまり、なるほどザワールドよりは前ですもん、ね。そうそう。で、ハイ&ローの後、なるほどザワールド行ったっすよね。うん。ハイ&ローも結構続いたんだよな。そう。でしたよね。確かなんかフォーマット変わりながら、時間帯変わったりしながらやってましたよね。あ、フォーマットも変わったんだ。フォーマット多少変わって、確か玉置博さんがやってるやつとか、玉置さん司会になったの？それ、近々の後確か玉置博さんのやつがあったと思うんですよね。あ、そうなんだ。それ知れ全然知らない。それは時間帯も変わってたかもしれないです。なんか昼の帯番組に、 あ、昼になったんだ。うん、あのスーパーダイス級とかやってたあたりの、あの12時台のとこでやってた記憶が。あ、そうなんだ。スーパーダイス級は好きで見てたけどね、土井勝さんの。あれも結局こう長期休みじゃないと見れないので。まあ確かにね、うん、夏休みとかに見ていいなっていう、そうそうやってみたいなみたいな。そうですね。そうかそうか。あとそうだ、 TBS のクイズだとあれですね、100人に聞きましたとか。はい、そうですね。あ、割とそうだ、あの頃そうだね、 TBS7 時台強力だったんだよね。うん、でしたよね。もう本当に土曜日の、うん、あれ土曜日クイズダービー、クイズダービー、日曜日アップダウンクイズもまだやってましたっけかね、その頃は。アップダウンはあれですね、その時はもうテレビ朝日だったっけな。あ、違う、 TBS か、 TBS か、 あ、 TBS か。そう、アップダウンクイズですね。アップダウンクイズの後なんかあったんだよね、なんだっけ、島田紳助さん、なんかありましたよね、紳助さん司会のやつとかなかったでしたっけ。あ、なんかありましたよね。ありましたよね。だから結構印象に全く残ってないんですけど7時台結構強力だったよな。でしたよね、うん、ザ・チャンスなんかあの毎週毎週すごい商品でびっくりしたけどね。あ、してましたよね、うん。さあ持って行っていただきましょう、車ですとかなんかね、おかててやめちゃくちゃですよねうわーってこんな豪華なってあのステージの上に車乗っけてね、うん、やってましたね。やってましたね。で、車以外でもなんか本当に100万円ぐらいするのを当たり前にこう、ね、うん、これもらえるんだって感じでね、うん、ちょっと夢はありましたよ。あった、子供ながらに見ててすげえなみたいな、すげえなってなりましたよね。うん、だから逆に言うと他のクイズ番組はあの派手さがなかったっすよね。なんか商品、そうですよね、やっぱ商品だから特に感じやすかったのかもしれないね、うんうん、それはあるかもしれないですよね、ザ・チャンス。懐かしいなピンクレディさんの司会覚えてます？さすがに覚えてないですね。あ、伊藤四郎さんですか、うん、もう伊藤四郎さんでした。あ、うん、ニンってやつね、ニンってやつですね、うん、ニンニキニキニキニン懐かニン、あのなんかカードを引くときにニンって言って開けるんですよね。
でしたね。あれゲームの指令みたいなやつでしたっけ。ああ、そうだったかな。なんか封筒からなんか出すんですよね。うん、でしたね。それを出すときに、みたいな感じでしたよね。それを出すときに、ニンって言って出す。うん、で、商品の目録を渡すときに、ニン、ニン、キ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 ニン。あれ面白かったな。伊藤さん、いまだにすごいお元気だからな。あ、本当にね、素晴らしいですよね。ラジオも吉田照美さんってやってるけど、しゃべりとか、そうなんです、ね、そうなんですよ。文化放送でレギュラーやってるんですけど、しゃべりとか全く変わってないですもんね。うん、あれは素晴らしい、伊藤さんは。そっか。あとドラマとかはどうですかね。ドラマはそうですね、さっきの風の中のあいつっていうドラマと、これ多分前後するんですけど、割と見てたのが、ドラマってこう深い時間が多いじゃないですか、小学生とかにしては、あの9時10時で、はいはいはい、で、うん、と当時小学生だとやっぱかんと9時で寝ろって言われるので、あの田舎は、いや、まあ都会でもそうですよ、まあそうですかね、うん、で割とだからあの本当に最初にこう見てみたいなと思ったドラマはあの G メン75なんですよ、ね、あのドリフ終わった後にちょっとこうですよね、なるんで、あ、なんかすごいあのオープニングがあの曲がね印象、曲もあの絵も印象的で、すごい気になるけど早く寝ろって言われるんで、もうすごすご寝るしかないっていうあ、そっか、うん、本当に自分で見たいなと思ったのは多分 G メンが最初 で、もうちょっと年齢上がってくると、まあ土曜日だったら10時ぐらいまで起きててもよしみたいな感じになったので、多分風の中のあいつとか、あ、そっかそっかそっか、多分その時間帯、あの土曜グランド劇場でしたっけか、あの日テレの時間帯って、はいはいはい、うん、で、あの堺正章さんの、あのキッドっていう刑事ドラマがあったんですよ。はい、ありましたね。はいはいはい、はい、うん。俺も好きで結構見てた記憶ですね。うん、グランド劇場はあの頃強かったからね。まあ後年見ると結構名作が多いなっていう。そうですね。少し前か、池中玄太とか少し前ですね。まあ、そうですね、熱中時代もそこでしたっけか。熱中時代もそうですね。うん、熱中時代のあの第2シリーズかな。第2と刑事編もそうです。刑事編もそうですね、うん、まあ、その辺は私もよくハマって見てたんだけど。